巻きシリーズ簡単太巻き親父のランチ始まるよ。100均の巻き器、酢飯入れてきゅうり、卵焼き、かんぴょう、でんぶ、しいたけ、桜えび、酢飯。押します。ぎゅっ。のり敷いて。どれどれ、うまくできたかな。じゃじゃーん。巻いていきます。断面はこんな感じ。それではいただきます。太巻きシリーズツナマヨ親父のランチ始まります。マグロのオイル漬け、マヨネーズ、醤油、混ぜるだけ。ツナマヨ完成。100均の容器、酢飯入れて、きゅうり、卵焼き、ツナマヨ、特盛りです。酢飯で蓋して、押します。ぎゅっぎゅっ。巻き酢に海苔、ご飯をのせて巻いたら出来上がり。切り口はこんな感じ。それではいただきます。太巻きシリーズとんかつ巻き親父のランチ始まるよ。夕飯のとんかつ、100均の容器、酢飯を詰めて、千切りレタス、とんかつ登場。酢飯をかぶせて、ぎゅっとして、うまくできてますように。のり敷いて、緊張の瞬間、じゃじゃーん。よっしゃ、巻いたら出来上がり。切り口はこんな感じ。それではいただきます。太巻きシリーズイカ天巻き親父のランチ始まるよ。スーパーのイカ天、100均容器に酢飯詰めて、イカ天タレかけてあります。酢飯で蓋して、ぎゅっとするだけ。よし、海苔敷いて、うまくできてるかな。出来上がり。おー、断面はこんな感じ。それではいただきます。